ほんまに気持ちいいのよ、これ最高に。自分だけの空間っていうか、ね、そうそうそう、最高。ゴイゴイスーダクリームです。どうも皆さんこんにちは、ダイアン津田でございます。ダイアンツアーのゴイゴイ2チャンネルへようこそ。今日はですね、ちょっと皆さん久々にちょっとね、ちょっとサウナを、僕の家にねテントサウナ、こちらね後ろにありますけど、これあるんですけども、ちょっとだけね改良したんで、そこをちょっと見せつつ、久々にちょっとね、私がサウナどうやってこの家でサウナを楽しんでるのか皆さんと共に、見ていきたいと思います。見ていきたい、いきましょう。まずはね、もうこれね、これも後ほど整いの椅子ですね、整い椅子、はい、でこれテントサウナですね、はいはい、全体図テントサウナね、もうここにもうほとんど置きっぱなしで、ちょっとたまにメンテナンスしたりとかしますけど、ちょっと暗くて見えないですけども、ちょっとライトつけましょう。ライトつけまして、ここに温度計があるんですよね。でこう筒になって、あ、見えないな、ちょっとライト持ってこよう。ちょっと暗いんですけど、お、こうちゃん持ってきてくれた、ティラもいる、ここがやってくれんの、はいね、はい、ちょっと普通に照らしてくれるじゃん、はい、これね椅子置いてますんで、下にねちょっと台をつけまして、高さを出してるんですよ。もうちょっと奥の方に、はい、ここにね台を置いて高さを出すことによって、より高いところの方がやっぱ熱いね空気たまるんで、上にすると。でこれね、はい、これね、これはねだから、なんて言うんですか、ストーブですね、ストーブ、ストーブなんですけども、これバイオエタノールで燃えますんで、煙が出ないという。で周りにですね、ギザギザのやつあるじゃないですか、これはキャンプの時によくのキャンプのね、火とかにつける使うやつで、反射板ですね、それで前の方に熱が来るようにすると。でこれがね、サウナストーンで水かけたりする。で水かけるやつもね、この柄、はい、この柄をね買って、これがいいんですよ、お茶用の茶道の柄、これをここから作ってかけるって感じなんですよ、はい。そしてこのプロペラみたいなのあるじゃないですか、これね温度上がったらこれくるくるって回るんですよ、回ることによって、自分に風が来ると。はい、照明さんはここのちゃんです。あら恥ずかしい、見えないわ、恥ずかしいの。さあね、ほんで上天井見てください、アルミの板って言うんですかね、なんていうのこれ、これも反射するように、熱が上から反射するようにしてるわけですね。これで完全になりました。冬場でも結構ね暑くなるんですよ、夏場やと110度ぐらいですよ、このね今まあ10月末ですけども、それでもね、90度ぐらい行ってくれるんで、もうめちゃくちゃ暑いです。はい、じゃあ早速ね久々に入りましょうかね。はい、ちょっと今からセッティングしたいと思います。あ、照明さん来てください、照明さん、はいはい、というわけで、今セットできました、はいね、この下にもバイオエタノールで、上には水を入れてます、下にはバイオエタノール、さあそこで展開しましょう。大丈夫ですよ、はい、着きました、着きましたね。着いたらちょっとこれでちょっとだけ奥の方に、はい、煙突の方にね近づけるようにします。ライト当てて、なんか照明こうじゃない、こうですよ。あーもうパパがいじるからやん、なんなん照明さん、それパパが首にするで、照明パパがやったからやろ、はいはい。でこれで 2,3 分待ったらもう熱々になりますんで、パパを火の中に放り投げましょう。でやね、はい、じゃあサウナハットもかぶりまして、温まりましたんで早速入って出ます。あ、照明さん来てくれたさあこれね火が燃えて、あ、熱くなってきました、まだね温度は全然ですけど、これがねちょっともうちょっとしたらねピンって回り出すんです。あ、これもね温度が上がったらこう回るシステムなんですよ、これ。これね電池も何もいらないんですよ、これ。ほら回り出すでしょ、だんだん熱くなってきたら勝手に回るんですよ。すごいですね。そう、でもっとブルンブルンブルンブル回って、風が、こっちの僕の顔の方に顔を照らしてください。はーい、このね顔のちょうど顔ぐらい、このようにねこの照明さんが見えた、こんにちは、照明さんもね見えてますけども、こうやってね
作るんですよ、これが見事に。いいでしょう。10分ぐらいかな、最初は。10分ぐらいちょっとゆっくり入って。いや最近はちょっとね、顔映ってる？映ってる。かっこいい？かっこいいよ。ありがとう。いや忙しくさせてもらって大丈夫ですか、お父様。救急車。ピーポポーポー。暑なってきた。最高。最高ですね。やっぱりね、久しぶりの関西での久しぶりのサウナはどうですか？最高。やっぱ家でね入るのが、ね、正直むちゃくちゃ、あの店も好きなんですけども、いろんな施設で入るのも好きなんやけど、やっぱりねどうしても人多かったりとかちょっと気使うじゃないですか。その点ね、この家サウナ確かに狭いんですけど、この狭さがね、またね、ほんまにめちゃくちゃいいです。温度も上がりやすいし、ほんまに気持ちいいのよ。これ最高にいいの。自分だけの空間っていうかね。そうそうそう。ほんでちょっとね、本とか読んだりとかしますし。小さいスペースってなんか謎に落ち着くからね。そうそう。僕閉所恐怖症なんで、これも全然平気なんですよ。え、そうなの？そうそう。でね、ちょっと iPad をね、ちょっとぶら下げてね、ここから見たりとかできますし。そうそう、映画とかもね。そう。アニメとかね。動画見ながらゆっくり入って、日頃の疲れをね、これで取るわけですよ。あのね、前回この動画出した時ね、あのめっちゃ小さいとかね、めっちゃ言われて、これがいいんですよ。だからこれ小さいから大きかったらやっぱり温度上がるのも時間かかるんですけど、もう一種でもうめちゃくちゃ暑いですよ。んで、ロウリュウし放題ですから、こちらね。そうです。ちょっとね、映るかな、映らへんか、映らへんか。まあいいわ、音だけ聞いてください。音だけいきますよ、はい、静かにね。聞こえてるかな。はい。うわうわ、来た。おー、来たー。ロウリュウしております。あー、この炎みたいな、パチパチポップコーンみたいですね。うん、ポップコーンの音と40代のおじさんが映っております。最高。映ってますか、この汗。やばい。ちょっと水、シャワーを浴びたんで、ここで、あ、お、そしてこのチェアに座る。水風呂もいいんですけど、水シャワーの方がね、体に負担少ないんですよね。気持ちいい。最高。なんでこのインフィニティチェーンソーってこれを通せてやりたいと思います。最近パパ、お、質問。そう、質問。何ですか？最近パパどうですか、仕事は。仕事楽しいよ。楽しい。 よく見てくれてる、こちゃん。え、パパが映ったらあんまり見ない。で、学校でパパのことなんて言われてる？え、なんかクラスのなんか、うん、そんな普通になんかたまになんか、うん、ダイアンチだの娘だよね、友達になってっていう子はまあまあまあ前までいた。あ、そ、パパは最近声かけられる？そやね、ちょっとは声かけれるね、やっぱり。うん、ありがたい話ですよ。大阪と東京、どっちの方が声かけられたりする？あー、ちゃんとした質問してくんの。あず、ね、やっぱ、まあ、どっちも多いですよ。東京もだいぶ増えてきた、やっぱりタクシーとか乗っても、うん、見てるね、見てますよとか言われるし、嬉しいよ。うん、でも、若干関西の方が多い。いや、でもまあ東京も増えたよ、ほんとに。うん、だいたい分かってくれるようになって。うん、うん、さあ、はい、通説も終わりまして、はい、よし。はあ、はあ、最高。よいしょ。はあ、やばい。どうですか、僕のこの、はあ、はあ、気持ち
どうですかこのすっきりとしたカード、この整ったっていう顔です。見てください、こちらカメラさん、カメラさんちょっと寄ってもらっていいですか。え、どうしたここいい顔してね。え、あのと、あ、どうここの最近シミとシワ増えてきたね。うっそ、もう一回言って。え、最近シミとさ、シワ増えてきたで。うっせえ、そんなことないやろ。ツルツルのお顔ちゃうの。パパ、シミとシワ増えてきてる。え、そんなことないで、ツルツルちゃうし。え、シミとシワ増えてきてる。だってここと比べてみ。え、シミとシワ増えてる、ほんまに。うん。さあ、ちょっとね、娘にね、あんなこと言われてね、ショックなんですけども。まあ、言うてもね、僕もね、この40代、これ半ばになりましたからね、もう、正味な話、鏡見てね、こうびっくりする時もあるんですよ。やっぱね、シミやらね、こうシワやらからこうちょっと目立ってきて、ちょっと嫁からもね、ちょっと最近老けてきたななんてね、あんな昔若々しかったのに、ちょっと最近、ちょっと老けてきたななんて言われてると、とても悲しい。おお、悲しい。でもね、そんな時に、この、こちら、見てください。メンズ消し民プレミアム、オールインワンクリームが発売されたということで、こちらはね、使わせてもらうことになるんですよ。これがどういう商品かちょっと今から説明しましょう。こちらね、見てください。あー、もう青色でかっこいいですね。見てください。ほら、ほら、水だろ。ほら、ほら、この箱。かっこいいですね。男性向け化粧品ではですね、トラネキサム酸とナイアシンアミドを配合した製品は日本初らしいです。重要なのでね、こちらトラネキサム酸はシミ生成の命令をブロックしまして、ナイアシンアミドはメラニンの受け渡しを防ぐからダブルでシミ予防してくるらしいんですよね。早口言葉みたいでしたね。大事なのでね、こちらスーパーもバンバン出ておりますね。それにですね、ナイアシンアミドがコラーゲンなどの生成を促進することでシワの改善を促してくれる、まさしくゴイゴイスーダークリームです。早速私、シワが吹いて増えてシミも増えてきたこのお顔に、塗りたいと思います。こちらね、パカッと開けますよ。あ、開けやすい、だいたいパール粒1個から2個ですね。ちょっと手に取りましょう。これぐらいかな。ポン。あ、これでちょうど2個分ぐらいありますね、はい、おしゃれな表現でしょ、パール粒。それをなじませまして、こちら顔全体に、うーん、気持ちいい。はあ、はあ、みずみずしい。これね、みずみずしてね、みずみずしくてそっとこちらみずみずしくてね、とても気持ちいいんですよね。このね、化粧水とか乳液とかちょっとめんどくさいで、正直皆さん、え、目の前のお父さん方ね、僕の同世代めんどくさいでしょ、化粧水とかね、乳液とかもやってもいいと思うんじゃないですか。なんかもう顔も石鹸だよって、もうそのまま言うて寝てダメですよね。これもオールインワンですから楽ちんですね。これこれね、そうですよね、これだ、これだけ塗るだけね、はい、楽ちんなんで、見てください、このこの、なんとも吸い付き、そしてこの、あーん、あーん、つるつる。ちょっとシミとかシワとか気になりますけど、俺もうつるつるになってきて、あーん、気持ちいい。あー、めんどくさい。こちらメンズ化粧品プレミアムオールインワンクリームには、ゴイゴイ数よりももっともっと上の最上級の数を差し上げます。受け取ってください。こんな感じでね、毎日メンズ化粧品プレミアムオールインワンクリームで肌ケアをして、かっこいいおっさん、かっこいいおっさんって言われるように、もっとかっこいいおっさんって言われるように頑張りたいと思います。さあ、サウナも終わって、肌に潤いを与えて、そして最後はちょっとね、ビールでも飲みたいんですけども、ちょっと今日は休館日ということで麦茶でも飲んで乾杯したいと思います。ちょっと待ってね。ちょっとね、またね、こうやって今日はすごい自然な感じで、商品ちょっと紹介しちゃって、ちょっと自分でも驚いてるんですけども、またね、サウナ動画、その他料理動画とかもいろいろ出していきますんでね、ぜひご覧ください。
皆さんは次の動画もすぐ見る。乾杯。